はい、皆さんこんにちは。どうも、チョボリです。今日の動画なんですけれども、今日は、コーナーキックについてやっていきたいと思います。で、2020でも、コーナーキック、強いコーナーキックの動画出したんですけど、そちらのね、コーナーキック動画もぜひ見ていただければなと思うんですけれども、今作はね、僕今作からマイクラブやり始めて、これマイクラブで通用する強いコーナーキックを見つけたので、皆様にご紹介させていただきたいと思います。で、まず事前にこのコーナーキックについてなんですけれども、1試合で使えるのはおそらく1回かなと思います。だけど、結構点取る確率が高いっていうので、1試合に1回、結構初見殺し的な感じで使っていただけるといいのかなと思います。で、このコーナーキックなんですけれども、まずどういったコーナーキックかと言いますと、一旦じゃあそのコーナーキックのゴールを、そのコーナーキックの、ゴールをまとめたので、見ていただければなと思います。それでは、どうぞ。2本目のコーナー、バイエルンはまだありません。ですからね。はい、皆さん見ていただけましたでしょうか。今みたいな感じで、言ったらあれですね、ここにいる、ベッカムだったり、ここにいる選手に出して、コンカで打って決めるっていうシュートですね。で、これ結構というか、めちゃくちゃ強くて、僕、このコーナーでだいぶ点決めてます。で、ここに置く選手なんですけど、ベッカムが僕は個人的にはいいのかなと思うんですけど、デルピエロとかでも入るので、デルピエロ、メッシとかでもいいのかなと思います。で、まず結構ここにいる選手なんですけど、ここに1個下げしたりすると下がってたりするので、誰をそこに置くかっていうところなんですけど、ゲームプランのこのポーズメニューのところから、結構ベッカムとかってこう中盤に使うことが多いと思うんですよね。で、中盤使うことが多いと、ベッカムだったりメッシだったり、中盤の選手が基本的にそこに立ってるので、で、誰を使いたいか、例えば今いるベッカムを使いたいならここのポジションでいいと思いますし、例えばデルピエロの位置にいる選手を使いたいのであれば、高守備を1個下げるとその選手はその位置に変わってこう入ってくるので、そういう風に高守備で調整していただけると、めっちゃ買いましたけど、調整していただけるといいのかなと思います。で、実際に一応やり方はね、皆さん簡単なんですけど、一応教えていきますと、まずライン5レイラーにします。はい、で、まずライン5レイラーにして、で、ここのボランチのところに選手がいるので、で、これ一つポイントなんですけど、基本的に今のこのコーナーキックの守り方の主流って、ゾーンっていう守り方が主流だと思うんですけど、相手がゾーンにしてくれるとここの選手が空きます。で、仮に相手がゾーンにしない場合、何も、守備の対策をしてこないと逆にここ空かないので、その時のやり方も一応のため教えていきたいと思います。で、まず普通に相手がゾーンで、ここの選手がね、この相手のペナルティーエリアの外の選手が空いた場合は、ここに向かって丸ボタンで、低くスティック倒して低いボタン、ボールをここに蹴って、で、ベッカム来たらもう芸率強めでコンカですね。これ今入んなかったですけど、これがめちゃくちゃ入ります。で、結構今ゲージ弱かったんですけど、結構芸率強めでいいのかなと思います。邪魔だったらこういう風にもし本当にいたらね、どかしていいと思います。ここを出してコンカと、これめっちゃ入るんでマジでやってほしいです。で、これ右も左も一緒ですね。一応じゃあ左コーナーキックバージョンやりますか。左コーナーキックだと、はいはい。で、ベッカムどこにいんだ。ベッカムじゃあデルピエロとかでも入るんで、デルピエロでやりますか。デルピエロでやってみると、ここに出して、で、こっち側にトラップして、こういう感じですね。これまたポストでしたけど、これがめちゃくちゃ入るんで、ぜひやっていただきたい。もう一回やりますか。このぐらいのゲージで丸を思いっきり倒して、こっち向いて、こんだけ強めで。これめっちゃ入るんで、ぜひやっていただきたいなと。ベッカムは個人的にいいのかなと思います。で、あとそうですね、相手がゾーンにしてこないで、結構ゾーンにしてこないと、この間とかに立ってる選手が、あと、この出せない位置に選手が立ってる時があるんで、そういう時どうするかっていうのを教えるとき、僕がやってるのは、まずここのショートコーナーで、このいわゆるウワッペの位置にショートコーナー×で出して受け取って、ここでデリピエロン出して、で、ここからのコンカ、これをやってます。これ結構そういった相手には有効的ですね。もう一回やると、ここでこう出して、ショートコーナー出して、で、デリピエロン出して、ここからのコンカ、
これ結構強いです。なのでもし相手がゾーンにし、まあ、ゾーンにしてこな、ゾーンにしてきたら直接でいいんですけど、ゾーンにしてこなかった場合は今みたいなやり方をしていただけるといいのかなと思います。でこのコーナーキック、めちゃくちゃとかだいぶ強くて、まあ、正直初見殺し的な感じにはなってしまうんですけれども、なので、まあ、1試合につけるのは1回かな。なので、まあ、2回目以降だと結構ケアしてくるんですよね。なので、まあ、1試合に1回、ぜひこれを得点源に、まあ、コーナーキック、チャンスにしきれてないって人がもしいると思うので、ぜひそういう方は使用していただけるといいのかなと思います。で、なんかまた他にね、例えば、強いコーナーキックとか見つけたら、共有しよう、動画で共有しようと思うので、ぜひ、コメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。はい。ってことで今日はコーナーキック講座でした。またね、なんかいろいろ、なんて言うんだろう、リクエストがあったらお答えしてやっていきたいと思うので、ぜひコメントの方、あとツイッターの方もね、フォローよろしくお願いします。めっちゃ当たるな、これ。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。Yeah, you see my web, you know it's foreign. I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign. I'm in Lauren. You've been wearing Tommy, got that foreign. You so boring. I've been up and working, that is foreign. I'm so foreign. Yeah, you know my web, you know it's foreign. I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign. I'm in Lauren.